こんにちは、ムニエルチャンネルのムニエルです。今回は久々にレコード扱いたいと思います。こちら飾りじゃないのよ涙は84年の中森明菜さんの大名曲と、これ作ってるの井上陽水さんなんですけどね、作詞も作曲も、井上陽水さんご本人のこちら86年の作品、 A 面新しいラプソディの B 面に入っているダメなメロン、これが実は兄弟なんじゃないのか説っていうのを唱えようと思ってます。ムニエルチャンネル、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 始まるよ。はい、この2曲実は兄弟なんじゃないのって、84年生まれの曲と86年に発表されている曲と、いうところなんですけれども、なぜそう思うのかということについてのらりくらりと今日ちょっと稚拙なギターも用意してお話をしていこうと思います。まあ飾りじゃないのよ涙はからまずちょっと話しましょうか。これは84年に発売をされたわけですが、中森明菜さんという人は82年にデビューをしている人で、それまで松田聖子と中森明菜という、まあ、二大巨頭アイドルとしてアイドル路線で歌ってきた人なんですけれども、この曲を境にシンガーとしての力量がどんどんぐんぐん伸びていくという、まあ非常に転機となった作品になっているらしいわけなんですけれども、中森明菜さん87年かな、テレビで安全地帯と井上陽水と中森明菜でこの曲を演奏している映像が確か YouTube にあったんで、概要欄の方にリンク貼っときますんで、ぜひ見てみてください。その時87年なんで、これが出てから3年経って中森明菜さんの歌は抜群に上手くなっている、抜群に上手くなってるんですよ。しかもめちゃくちゃ綺麗、いい女で、演奏もね、安全地帯と井上陽水ですからね、半端じゃないですよね、という、まあ飾りじゃないのよ涙はです。まあそれまでアイドルだった女の人にですよ、私は泣いたことがないっていう言葉から歌わせていく歌ですからね、すごいことです。この曲、そして、新しいラプソディの B 面に入っているダメなメロン、まあこの曲自体を紹介したことはムニエルチャンネルではまだないですけれども、ムニエルチャンネルの過去の動画を漁っていただくとですね、ダメなメロンが好きなんだ、かっこいいんだって言ってるシーンはいくつかあります。それぐらい大好きな曲。共通点言っていくと、まずリズムが両方ともシャッフルをしているんですね。シャッフル、つまり1、2、3、4っていうのを半分にした時に8分音符になりますが、タタ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 っていうのはスクエアなリズムといって跳ねてないわけですよ。でもこれを1、2、3、4、タタ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 っていう風にすると、シャッフルといってこう跳ねたリズムになるわけですよね。もうちょっと言うと、飾りじゃないのよ涙はのドラムのハイハットの音ですけれども、これはもう完全に3連符で刻んでいるので、1、2、3、4、タカタ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 になってるんですよね。シャッフルというのはその3連符の真ん中抜きという考え方もできるので、まあシャッフルといって差し支えないのではないかなというふうに思うんですけど、タカタ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 タタ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 タカタ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 タタ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 は、まあ基本的には跳ねたシャッフルのリズムと捉えて今回は話をしていきます。で、新しいラプソディについてはイントロがベースから入るんですけどね、あれピックがない、あれピックがない、これはカポ、僕常々このチャンネルで語ってる通り、レコード屋さんまで行くのに2時間半、楽器屋さんも同じくらいかかるかな、1時間半のところにあるかなっていうぐらいのところに住んでいるんで、ピック1枚買うのがめちゃくちゃ大変なんですけどね。今この家の中にはピックはこの1枚しかないんです。これがなぜかどこかに行ってしまったっていうことでめちゃくちゃ今探したんですけど、結果レコードのターンテーブルの上に乗ってました。なぜ新しいラプソディのイントロもシャッフルで入るんですね、ベースが。感じで、シャッフルして入るわけです。で、まあ、まず共通点その1、リズムがシャッフルをしているよということでした。で、共通点というか、まあ
ある程度近しいかなというふうに思う2点目のポイントはテンポなんですけれども、飾りじゃないのよ涙はに関しては、だいたい180ぐらいかなと思います。数えたところ180ぐらいで、ダメなメロンに関しては200ぐらい、 BPM でいうとビートパーミニッツですね、200ぐらい。まあ、どっちにしてもかなりその疾走感のある速さでの曲になっている、でシャッフルをしているという意味ではかなり似たビート感といいますかリズムになっているのかなというふうにまず思うわけですね。例えば飾りじゃないのよ涙はのサビが流れているときに、あれなんかダメなメロンに似ているぞと思って、ダメなメロンのサビを重ねて歌ってみたりしてもなんか気持ちよく歌えたりするんですよ。また逆にダメなメロンのサビのパートで飾りじゃないのよ涙はのサビを僕が重ねて鼻歌してもなんとなく気持ちよく歌えるわけですよ。おやおやと、これは実はコード進行が似ているんじゃないのかなっていうことに気がつきまして、これについてもギターをなんとなく撫でながら説明してみようと思います。じゃあサビをちょっとコード進行をなんとなくこう見えるようにしながらやってみようと思うんですけど、使ってるコードがざっくり3つで、まず Am7th、 ニカポにした時の Am7th で、次が Em で、最後に B7th、 まあ7th なのか 7th じゃないのか分かんないですけど、ざっくり Am、Em、B ってことにしてください。僕はなんかセブンスをかませるのが個人的に好きっていう、ちゃんと音取ってますね、すいません。まあそんなことはさておき、今の3つのコード、この3つのコードで、サビをちょっと歌ってみたいと思います。飾りじゃないのよ涙は、はは、好きだと言ってるじゃないの、ほほ、真珠じゃないのよ涙は、はは、綺麗なだけならいいけどちょっと悲しすぎるのよ涙はっていうのが、飾りじゃないのよ涙はのサビなわけですね。でもう一個の新しいラプソディについては、まあ三カポにしますね。で Em で Bm、で F シャープになりますね。この3つ3カポにした時の Em、Bm、F シャープ、この3つのコードで、ダメなメロンのサビをちょっと歌ってみます。熱い体のあなたは今でも恋のメロン、ダメなメロン、恋の終わりに気づかぬ間に散ってゆくのが悲しい、まるであなたは転がるばっかりの恋のメロン、ダメなメロン、大人みたいに怖がる彼氏をもっとあなたが誘って、どんな夜もっていうのが、ダメなメロンのサビになるわけです。で例えば今じゃダメなメロンが僕にとってかなりお家で歌うにはキーが高くて辛かったので、飾りじゃないのよ涙はのコード進行で歌ってみるわけです。飾りじゃないのよ涙は、はは、好きだと言ってるじゃないの、ほほ、だったわけですけど、これをさっきの飾りじゃないのよ涙はで使った2カポにした時の Am、Em、B、 この3つのコードで、ダメなメロンをやると、熱い体のあなたは今でも恋のメロン、ダメなメロン、恋の終わりに気づかぬ間に散ってゆくのが悲しい、まるであなたは転がるばっかりの恋のメロン、ダメなメロン、大人みたいに怖がる彼氏をもっとあなたが誘って、どんな夜もっていう風になるわけですよ。同じコード進行でできるわけです。ただ違うところというと、飾りじゃないのよ涙の場合には、一つのコードが4小節ずつ変わっていくんですよね。飾りじゃないのよ涙は、はは、素敵だと言ってるじゃないの、ほほ、真珠じゃないのよ涙は、は
で4小節ずつ行くんですけど、ダメなメロンの場合は2小節ずつ変わるわけですよ。熱い体のあなたは今でも恋のメロン、ダメなメロン、恋の終わりに気づかぬ間に散ってゆくのが悲しい、まるで彼方は転がるばっかりの恋のメロン、ダメなメロン、大人みたいに怖がる彼氏をもっとあなたが誘って、どんな夜もっていう感じで2小節ずつ2回繰り返すっていう、まあ違いがあるわけなんですけど、ただまあ音像として聞こえた時には同じであると。この最後の B がかなり響かなかったですけど、僕のギターなんて所詮そんなもんですから気にしないでくださいっていうことで、まずリズムパターンが両方ともシャッフルであるということと、両方ともテンポは BPM でいうと20くらい違うんだけど疾走感のあるリズムの速さであるということと、コード進行が同じであるということについてお話をしてきました。実際これ聞いてほしいわけです。聞いてほしいんだけど、ダメなメロンはなかなかその辺に転がってませんから、 YouTube とかに。なのでこれはアナログ買って聞いていただくか、これめちゃくちゃ安いですからね、今まだ有名じゃない曲なんで、それか CD とか、まあ、CD だとゴールデンバットっていう井上陽水さんの10年くらい前のベスト版の逆、ワースト版、ダメな曲ばっかり集めたっていうゴールデンバットっていう素晴らしい面白い作品があるんですけど、それに入ってます。飾りじゃないのよ涙は何回も再発されてますけどね。というわけでこれはまあちなみにまあ YouTube でも見つけやすいわけですけど、ぜひとも2つとも聴き比べてみて、あ確かに似てるなって僕が思ってるこの感情を誰かこう共有してもらえたらめちゃくちゃ嬉しいなと思うんですけど、いずれにしても80年代の半ばの、まあ、84年、86年両方とも井上陽水作詞作曲になっているというところで、まあ似てしまってもおかしくはないけれども、井上陽水作者としては意図的に似せてるんじゃないのって思うんですよね。だってそうじゃなかったとしたら、ね、いっそセレナーデに似ている曲ってじゃあ他に井上陽水さん作ってますかって、そうでもないし、少年時代に似てる曲が他にありますかって言ってもそうでもないし、氷の世界に似てる曲がありますかって言ってもそうでもないし、帰れない二人に似てる曲がありますかって言ってもそうでもないわけですけれども、例えばいっそセレナーデなんかはジャズスタンダードのオータムリーブス枯葉にインスパイアされてるらしいんですけどね。そのことをタモリさんが突っ込んでいる、テレビ番組が昔のやつが YouTube に上がってた気がするんだよな、あればね動画概要欄に貼っておきますけれども、そうやってね存在する作品へのオマージュっていうのを井上陽水さんはすごい上手にするわけですよ。それを自分の曲へ自分でオマージュしたのではなかろうかとかちょっといろいろ想像しながら、でも発売は2年違っているけれどもできたのがどっちが先かは分かんないですよねとか、いろんなことを想像しながらこの2曲は味わえる非常に面白い、曲たちかなというふうに思っております。というわけで今日は中森明菜さんの、飾りじゃないのよ涙はと、井上陽水さんのダメなメロンというレア曲、なかなかお耳にかかれない曲が実は兄弟なのではないのかという持論を一生懸命頑張って展開してみました。過去の動画見ていただいている方だったら分かると思うんですけど、私は決して音楽理論とかは分かりません。あんまり全然分かってないけど、まあなんとなくギターでちょっとコードを抑えることができたりとか、ちょっとバンドやってたことがあるくらいの話であって、それでもなんとなくこうお伝えしたいことが伝わればいいなと思って、話させていただきました。本日はこれぐらいにしようと思います。まあ、そんなわけで、ムニエルチャンネルでは、基本的にまあ今レコードを持ってきてこうやって話す、こんな風に面白いんだこの作品はっていう話が今一番多くなってるわけですけれども、まあレコードはもちろん大好き、音楽も大好きなわけなんですけれども、それに限らず、僕が面白いと思っていることを僕なりの視点で僕なりの語り口で喋ってお伝えをしていくというのがメインの動画になっております。まあこんな動画をこれからもアップロードしていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。以上、ムニエルチャンネルのムニエルでした。